連盟中に尾辻議長がですね、遮ってきたことについてはやっぱりちょっと問題としては取り上げたいなとは思っております。どうしてもメディアがこのコラボ問題を取り上げざるを得ません。そして今後もガーシー議員がその議席を有する間はコラボ問題を追及する質問収集を多数提出することが想定される中、立憲民主党やそれと結託している可能性が考えられるメディアとしては非常にまずい事態となることが想像されます。そこでガーシー議員を除名に追い込み、質問収集を提出できなくすることでこのコラボ問題に注目が